願いします。はい、まず冒頭発言があります。まず英国の EU 離脱問題につきまして一言申し上げます。今般の投票結果に関し、我が国としては我が国及び国際社会への影響につき注視し、我が国の国益の観点から適切に対応してまいります。日英両国は基本的な価値を共有し、政治経済安全保障などさまざまな分野で強固な協力関係にあり、引き続き日英関係の維持強化に努めてまいります。その観点から、杉山外務次官を、ロンドンおよびブリュッセルに派遣し、英国の EU 離脱に伴う、日本企業の、活動への影響を含め意見交換を行わせることといたしました。そしてそれに先立って杉山次官は27日、米国において、ブリンケン、副長官、ともお会いし、英国の、EU 離脱を踏まえ日米で、協力をしていく、こうしたことを確認しております。加えて昨日は、ヒッチンズ駐日英国大使の表敬を受け、ハモンド大臣のメッセージを受け取りました。その際にも申し上げた通り、英国に対しては英国に進出する日系企業がこれまで通り活動できるよう対応を求めていく考えです。また事前および事後における企業との情報共有が重要であるという考えのもと、まずは今月13日、すなわち国民投票が行われる前ですが、ロンドンの日本大使館において現地で活動する主要日系企業の出席を得て情報交換会を開催いたしました。そしてその上で本日28日、再度同様の情報交換会を現地で開催する予定にしております。さらに明日29日、モゲリーニ EU 外務安全保障政策上級代表との間で英国の EU 離脱問題について電話会談を行う方向で調整中です。また英国ハモンド外相ともできるだけ早く電話会談を行いたいと考えております。28日および29日と欧州理事会が行われる予定ですので、最新の状況について、この電話会談の際に意見交換を行いたいと考えています。外務省としては今後も情報収集に努め、価値を共有する英国との関係強化に引き続き努めてまいります。またさまざまなチャンネルを通じて経済界の意見を聞きつつ、経済の予測可能性を高める取り組みを行ってまいります。私から以上です。ご質問を受けします。ご質問にあたりましては社名とお名前を伏せていただきますようにお願いいたします。ジャパンタイムズの三重と言います。はい、今大臣がですね、英国に対して日系企業が活用できるよう対応を求めていく考えというふうにおっしゃっていたんですが、具体的にはどのような対応というのがありますでしょうか。具体的な対応については、今後英国そして EU との間でどのような交渉が行われ、どのような動きがあるかによって対応は変わってまいります。まずは今後英国と EU との交渉のこのありようなどですね、さまざまな状況をしっかり把握した上で具体的な対応を考えていかなければなりません。いずれにせよ状況は刻々と変化しておりますので、その中でまず基本的な考えとして英国に対して日本企業が安定して活動できる、こうした対応を求めた、こういった次第であります。
はい、どうぞ。あ、フリーランス記者の上出です。今の、英国の、EU 離脱に関連してお伺いします。野党などからはですね、今回のこの状況、こういう世界経済危機という状況、これはある意味で株高と円安、これを日本経済の起爆剤にしてきたアベノミクスの戦略そのものを見直さなければならないのではないかというような声も出ております。一方で、政府与党は今度参議院選挙などでは、こういう時こそ政権の安定が必要なんだということを強調されております。現実に、おっしゃりにくいかもしれませんが、もう参議院選挙の中でこの問題、何らか その政府与党にとっての悪影響という感じで出ているのか、あるいは逆に政府に頑張ってほしいという期待が高まっているのか、この辺の受け止めについて、できる範囲で、ご教示いただければと思います。たちまちさまざまな動きが出ています。例えば、金融市場等においては、短期的な動きも、具体的に見えるわけですが、こうした動きに対しましては、よく状況を注視しながら安定に万全を期していかなければならないと思いますし、実体経済につきましても、中長期的な影響も、現れている、可能性はあるわけですから、引き続き、注視をし、そして、状況を把握した上で、あらゆる、政策を、動員して、適切に対応していくことが重要であると考えます。その際にこの政治の安定というものは極めて重要であるということは、さまざまな場でしっかり強調をしていかなければならないのではないか、こうした政治の安定は重要であるということはしっかりと説明していくべきであると考えます。ありがとうございます。関連ですが、現実に、ちょっとおっしゃりにくいかもしれませんが、参議院選挙は今戦われております。ここでの何らかの影響、用意あり含めまして、何かそういうものをお感じになりますでしょうか。それはあんまりお感じにならないんでしょうか。参議院選挙の影響等については、まだ参議院選挙は今続いておりますので、予断を持って申し上げるのはなかなか難しいと思いますが、いずれにしても今申し上げたように、こうしたこの不透明な状況、国際的な混乱がある中でありますので、その中にあって我が国自身が、しっかりとした、経済政策対応を進めていく、政治の安定が重要である、こういったことについては、このしっかり理解を いただくよう努力をしていくべきであると考えます。朝日新聞、阿部です。今のイギリスの国民投票について伺いたいんですけども、国民投票の結果を受けて、EU の主要国の間からは、イギリスはできる限り早期に離脱手続きを進めるべきだというような主張が出ていますけれども、国民投票の結果は、はっきりしているわけで、早期に離脱すべきかどうか、その手続きを早期に進めるべきかどうかという点については、大臣、どのようにお考えでしょうか。これはまずもって、この英国および EU のこの関係者の中で、これからしっかり議論が行われ、さらにはお互いの意思疎通が行われた中で、決まっていく話であると思います。6月28日29日においては欧州理事会も開催されると聞いております。そうした状況をしっかり注視しながら、我が国として必要な対応、適切な対応を考えていくべき課題であると考えます。その英国および EU の手続きの問題について何か申し上げることは控えたいと存じます。
共同通信新聞です、はい、ご苦労様です、29日のモゲリーニとの電話会談なんですけれども、大臣先ほどあの英国に対しては日系企業がこれまで通り活動できるように求めていくと、で、EU に対して、モゲリーニとの電話会談でその政府日本政府として求めることが何かということと、あの念のためなんですが29日に欧州理事会終わるんですが、それが終わってからモゲリニおよびハモンドと会談して対応を協議していくということでいいんでしょうか。今電話会談の時間は調整中ですので、完全に28、29日の欧州理事会の日程が終わった時点になるかどうかはまだ確定はしておりませんが、いずれにせよ欧州理事会はスタートした後の時間になるのではないかと想像しています。このまず、モゲリーニ代表と上級代表との電話会談においては、まあ、そうした欧州理事会で この議論のありようですとか現状をしっかりとこの把握をし意見交換するのが、主な目的であります。その、まあ、状況に応じて我が国のこの要望も変わっていくと思いますので、まずは今回の電話会談においては状況把握そして意見交換、これが主目的であります。はい、毎日の田所です。はい、感想のについてのお尋ねなんですけど、イギリスではその後悔がこの今回の結果についての後悔が広がって国民の間で広がってるって言われているんですけれども、その状況についての所感があれば伺いたいと思います。はい、これは英国におけるこの国民投票にというものは、まあ、英国の国民の皆さんのご判断なんですので、これはまあこの尊重されるべきだと思いますが、その以上のことについて我が国の立場から何かコメントする、そういった立場にはないと考えます。はい、すみません、時事通信の石垣です。24日の日の投開票、開票結果が出てきた日に、岸田大臣が東京にいらっしゃらなかったという、総理官房長官もその時にいなかったんですけれども、それについては野党から危機感が足りないんじゃないかというそういう指摘が上がっていますけれども、事実関係がどうだったのかというのとそれに対する反論がありましたらお願いします。ご指摘のように、私私は地方におりましたが、これはもともと英国でのこの国民の投票の結果、この結果が判明することを想定して外務省としても万全の体制を整えておりました。連絡手段につきましても秘書官を通じて万全を期しており、状況については十分把握をしておりました。だからこそ、すぐに、杉山次官のこの英国あるいは EU への派遣も決定し指示をしたところであります。こうした対応自体については何か問題があったとは考えておりません。はい、すみません、読売新聞の森藤と申します。今日で日韓合意から半年を迎えましたけれども、韓国政府の財団が来月にも設立される見通しとなっています。日本政府として、10億円の資金の拠出の時期を含めて今後履行に向けてどのように進めていくのかを改めてお願いします。まず日韓合意につきましては、両国政府が責任を持ってその合意の中身を実施していくこと、これが大変重要であると考えます。引き続き韓国政府ともしっかり連携をしていきたいと考えておりますが、財団発足につきましては財団のこの設立の時期について
現時点ではまだ何も決まっていないと承知をしております。さまざまなレベルを通じて引き続き韓国側と緊密に連携をしていきたい、このように考えております。すいません、大臣、テレビ東京の鵜飼です、はい、今月中国の軍艦が日本の接続水域領海に侵入するケースが相次いでいる問題で、その領海のへの侵入もありましたけれど、これが無害通行に当たるかどうか外務省で検討を随分していると思うんですけれど、これの結果というのはもう出ましたでしょうか。ご指摘の点につきましては、さまざまなこの事案が連続して発生をいたしました。その一つ一つについてもこのそれぞれ対応を行い、そして必要であればその確認すべきことを確認している、こういった対応を取っております。さらにそうした一連の動き全体をどのように評価するかなどもしっかりと分析をしていかなければなりません。引き続きしっかりとそうした分析等を進めていきたいと思いますが、いずれにせよその内容につきまして、こうした公の場においてですね、どう分析するかとか、我が国政府としてどう考えているか等、この明らかにできることは限られているということもあるということはご理解いただきたいと思います。少しいいですか。少し私思うのが、ハモンド、すいません、イギリスの在日大使との会談でも、法の支配という、価値観を共有するとありましたけれど、法の価値観を重視するのであれば、その自国への領海の軍艦の侵入がその法の解釈として、無害通行かどうかというのは公に毅然として表すべきだと私は思うんですが、この点大臣いかがでしょうか。はい、ご指摘の点 も含めて、我が国としての、判断今しっかりと確認をしております。そして適切な形で明らかにすべきものは明らかにしていきたいと考えます。ごめんなさい、どういうものが適切にすべきではないと考えですか。明らかにすべきではないと考えますか。これは内容、大変複雑な内容がたくさん、この含まれております。その内容をしっかり確認し、全体をこのしっかり判断した上で、上でこの明らかにするべき、どう発言するべきなのかを判断していくべき、課題であると考えます。はい、じゃあ産経新聞の滝田です。はい、共産党の藤野政策委員長が26日の NHK の番組で防衛費を人を殺すための予算というふうに発言しました。その後に撤回したとはいえですね、ちょっとこの発言に関してはいろいろと波紋が広がっているんですけれども、大臣の受け止めはいかがでしょうか。まず私自身は、防衛費というものは国民の命そして、暮らしを守るために、これは大変重要な予算であると認識をしております。そしてご指摘の発言についてはご本人も撤回されておりますので、この直接コメントすることは控えますが、防衛費のこの重要性そして意義につきましては政府としてしっかり説明をし国民の理解を得ていくことは大変重要であると考えます。よろしいでしょうか。すみません、後ろの方。ロイター通信の竹中です。イギリスのことにもって恐縮なんですが、今回終わった後で、後悔の思いも多少広がっているというような国民の間で、向こうのあちらの国民の間でそういうようなことも伝わってきますが、日本で、今後憲法改正になった場合最終段階として国民投票というのがありますが、仮にそういったことになった場合にそういったような後々後悔と
面が広がるというのは、そういうことが起こらないためにはですね、そこに持っていく前の環境整備としてどうしたらいいのか、何をしなければいけないのか、今回のことで学ぶようなことっていうのは何かありますでしょうか。まあ、日本と英国では法律が違いますので、この国民投票のこの、扱いも、異なります。要は今国民投票をということについては、ご指摘の憲法改正といったようなものがこの日本の国内においては考えられるわけです。その際に国民投票というものの、この意味をしっかりとこの理解した上で、そして何よりも政治家の説明責任、そして国民に対する、この丁寧なこの説明、こうしたものが重要であると考えます。国民投票自体はこの一つの、重要なこの、意思表示の手段であるとは思いますが、さまざまな、こうした手段というものが、より、この国民の、幸せにつながる、国民の理解につながる、こういったことになるよう、適切な運用が、重要であるということは感じます。よろしいでしょうか。最後に一問よろしいでしょうか。はい、ではお願いします。はい、たびたびすみません、朝日の阿部です。日米間で協議してます沖縄の事件の再発防止策ですけど、進捗状況どうでしょうか。で、日米地位協定をめぐる議論になるかと思うんですけど、大臣としてはどのようなこうイメージの改善策お持ちでしょうか。日米の間においては、先の防衛省会談において確認した、3点につきまして、協議を続けております。すなわち軍属を含む日米地位協定の地位を有する米国人の扱いの見直し等について協議を行っております。まだ協議が行われていますので、具体的な中身についてこの時点で私から触れるのは控えさせていただきたいと思いますが、いずれにせよこの再発防止にこのつながるしっかりとした対応が全体として作り上げられなければならないと考えます。すでに沖縄におきましては、この地域この沖縄のこの地域におけるこのパトロールの開始など、さまざまな取り組みもスタートしているところでありますし、米国側におきましても、ぜひしっかりとしたこの対応をこの期待いたします。そういったもの全体として、ぜひ沖縄県民の皆様方にもこの納得していただける対応を作り上げていかなければならない、このように考えます。もう一問だけよろしくお願いします。はい、はい、お願いします。はい、はい、大変申し訳ありません、何度も。テレビ東京の鵜飼です。週末にもまた米軍属が沖縄で酒気帯びて逮捕されるという事案がございまして、ありまして、で参院選の投票にですね、その日本政府がこういったことも含めてそのどのような態度で臨むのか、どういった防止策を日米間で作るのかというのが、その県民にとってその投票にもつながる、そういったことも加味してこう投票したいという声も上がっています。参院選の投開票の前までにこのうるま市の事件も含めて再発防止策をまとめるというお気持ちありますでしょうか。再発防止策につきましては、ただいまお答えさせていただいたような、考え方に基づいて、しっかりと努力をしていかなければならないと思います。ただそして
で、まあ、時期につきましてはまあ、今協議が行われている最中ではありますが、これはできるだけ早くスピード感を持って対応しなければならないと思います。これは参議院選挙があろうがなかろうが、これは県民の皆さんの思いをしっかり受け止めて、スピード感を持って対応すべきことであると、事柄であると考えます。ではこれにて終了します。ありがとうございました。